5時52分、田方4号トンネルです。6時3分、美鈴ヶ丘トンネルです。6時8分です。6時13分、分岐です。鉄塔があります。八丈岩です。なだらかな道です。そして白っぽい景色です。6時23分、鬼ヶ城山頂です。標高282メートルです。今日は曇っています。うっすらと団地が見えています。瀬戸内海は残念です。見えません。少し太陽が見えます。少し雲が薄くなりました。6時42分、縦走します。お地蔵様です。花を植えたんですね。さあ、巻道と合流しましたが、もう少し先行ってみましょう。鉄塔があります。綺麗で広い道を下っています。また鉄塔を通過します。セメント道になりました。車道が近そうです。すでに家が見えています。もう少し行ってみましょう。また鉄塔です。6時56分、左右に道があります。墓地に出ました。正光寺山田新町1丁目です。また登りましょう。野猿が出没。同じ道です。トレーニングです。ここに道があったんですね。草が増えています。7時13分、分岐まで戻りました。ここにも分岐があります。ここも分岐みたいですね。椿谷への道があります。ほんと砂ですね。ここにも道があります。ここは鈴ヶ峰がよく見えます。近いです。道はただ単に公園にしてるんですね。トラバース完成。ここも分岐です。登山時の急坂コースの分岐です。7時23分。分岐、初めての右の道を行ってみましょう。ここで合流しました。7時27分、同じ道を下ります。